国鉄 EF80 系電気機関車。EF80 系電気機関車。EF80 型電気機関車は、日本国有鉄道、国鉄が開発、製造した硬直流量用電気機関車である。硬直流量用電気機関車では国鉄で2例目となる、量産形式で、 常磐線系統の客下列車用として1962年から1967年までに63両が製造された。1961年6月1日、常磐線の取りかつ玉が電化されたが、従来の直流電化では、茨城県石岡市柿岡にある、地磁期観測所での観測に影響を与えるために、交流電化とされた。この区間を走行する電車、 電気機関車は、取手藤代間にレッドセクションを設けて、走行中に直流と交流とを切り替える、車上切り替え方式とすることが決定し、国鉄では、1959年に ED46K、ED92K1 両を試作した。日本初の公直流用電気機関車である、同形式は、東北本線や常磐線で、各種試験が行われ、使用結果を反映させて、 開発、製造されたのが本形である。公直流量用機関車で、機器搭載による重量増を抑えるために、ED46 型で採用された一台車1、モーター2軸駆動のカルダン駆動方式を踏襲し、一次型では、総重量96.0トンで、車輪1軸あたりの荷重となる軸重も16トン、二時型では、それぞれ七点八トン六点三トンを、 実現している。整流機は RS9 系シリコン整流機を採用した。当初は旅客型は D 型機、貨物型は F 型機として計画が進められていたが、同時期に実施された動力近代化計画によって、旅客景気が余剰になることが予想されたため、貨物景器への転用を考慮すると、D 型機では牽引力不足の恐れがあることから、硬直療養器は F 型機で統一する方針となり、旅客型と貨物系の2種類が製造された、同様のケースは EF64 型でも見れた。車体は EF60 型や EF70 型と同様のデッキのない箱型車体である。重連運用は想定していないため、パノラミックウィンドウの全面非貫通系にマイ窓で、あるが、全照灯はシールドビームの二等式になり、 全面窓状に分散配置された。このスタイルは EF66 型が登場するまで多くの電気、機関車に受け継がれた。電気暖防用電源と引き通しとして、計算型ジャンパ連結機を装備する。交流区間では ED46 型と同様に、主変圧機の四字巻線を用い、直流区間では整流機のシリコン化により、インバータ運転が不可能にいったため電動発電機、 MG を搭載した。電気暖房関連の装備は未搭載である。また車重を旅客型に合わせるために始重を搭載する。本形式では1962年から1963年にかけて製造された1次型と1966年から1967年にかけて製造された2次型に分類される。1から50が該当。 51から63が該当。二次型では、以下の設計変更が行われた。一次型の特徴でもある、埋め込み式前消灯は、後年になって、車体前面から上がってきた雨水が溜まり腐食する、ことへの対策として、前面窓状に日差しが設置された。1968年のダイヤ改正で20、軽客車の最高速度時速 110km 運転が、 開始となった。このためブレーキがアレブ電磁指令式自動空気ブレーキ化されることになり、特急、ユーズル牽引を担当する本形式でも対応する改造が1から12に施行された。本形式は1963年の申請配置から1986年の廃車まで一貫して常磐線及び水戸鉄道管理局、現、 東日本旅客鉄道水戸支社管内を中心に運用された。一時型は田畑機関区に、二次型は勝田電車区に新生寺に集中配置されているが、後に勝田配置は解かれ田畑配置者を含む一部車両は新規開設された内号機関区に転属となった。1985年の内号機関区廃止に伴い、再び田畑区に集中配置となっている。 常磐線、上野平間で、寝台特急、ユーズル、夜行急行、トワダをはじめとする各種の旅客列車、貨物列車に使用されたほか、以下の線区にも定期運用があった。以上のほか、稀に以下のような定期運用外の代替措置、臨時運用があった。1973年には、後継形式の EF-81 型が、 田畑機関区に申請配置されたが、この EF81 型は、東北本線の貨物列車牽員の運用に、充当され、常磐線での定期運用につくことはなかった。その後1980年代になって、日本海重間線用として、富山機関区や坂田関区に配置されていた EF81、軽初期、中期車の余剰車が、田畑区に転配されて、 本形式の地換絵が開始され、これに伴い常磐線の定期運用にも EF-81 型が収益することとなる。1986年までに本形式の全車が廃車され形式消滅した。JR グループへの小形車両はない。本形式を直流専用機に改造する計画が立案されたが、実現には至らなかった。詳細は下記の通りである。 製造後十3から14年が経過した1970年代半ばになると本形式は交流機器及び周辺部の劣化が目立つようになり故障件数も直流機関車の平均値の2倍にまで達するようになってきた。しかし抜本的な対策を行うには経費がかかるため回収は容易ではなかった。一方で地方線区の中には線路等級の問題 軸重制限から標準系機関車の入線が困難な路線も多く、旧形式機関車の老朽化が進みながらも、その淘汰は遅れていた。そこで、当時の国鉄大宮工場が着目したのが、本形式に採用された軽軸,軸重化の仕組みである。製造時に交流機器の軽量化が困難であったために、軸重軽減のため一台車一モーター方式が採用された本家たちから、 交流機器や電乱用発電機を撤去し直流機とすれば、軸重が軽くなり、地方線区への転用と交流機器撤去により、劣化故障問題も同時に解決が可能となる見込みであった。置き換え対象については、すでに ED62 系の落成が見込まれていたため、これによって置き換えられる ED18 系、ED19 型は除外され、EEF10 系、 EF12 型が対象とされた。概要は、下記の通りである。2017年4月1日までは、36号機と63号機が生体保存されていたが、それ以降の同年内に36号機が解体された、詳細な月日は不明。よって63号機については、現存期へ、36号機については、保存後解体機へ下記に分けて示す。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。